全米屈指の心霊スポットであるウィラード図書館。ここでは幽霊が現れること自体さほど珍しいことではなくなっているんですね。過去にも私は何枚ものウィラード図書館の心霊写真を紹介してきましたが、今回のものはですね、子供が現れたものなんです。これは監視カメラの映像のキャプチャーです。ピンク色の服の大人と子供たちがいますね。その大人の後ろをグレーの色をした子供の幽霊が歩いているのがわかります。明らかに周りの子供たちと違って異質な感じなんです。そして少し透けているようにも見えますね。青い服の女の子はこの幽霊の存在に気がついているかのような感じで、彼女の視線はこの霊体に向けられているんですね。ここにはいろんな幽霊が住み着いているようです。この写真は深夜の墓場の前で撮影されたものです。最近は日本でも海外でも心霊スポットの撮影が人気となっていて、トラブルが出ていることから夜間に立ち入ることができなくなった墓地というのもたくさんあります。この墓地もですね、その一つなんですね。入り口を撮影した写真の左側に足だけの幽霊が映り込んでいるんです。その様子からこれは女の子であることがわかりますね。そばには顔らしきものも浮かんでいますが、足とは少しずれているんです。この墓場をさまよっている霊体なのでしょうか。私は過去にもフルステッド砦で撮影された心霊写真何枚か紹介しているんですけれども、今回はそのフルステッド砦のゴーストツアーで撮った写真なんですね。フルステッド砦というのはイギリスの古い都市のケントにある戦争遺物なんです。囚人の刑務所として使用されていた歴史もあります。ここでは20代の女性看護師のアニーという幽霊、それと1960年代に亡くなった男性の幽霊が有名なんですね。この写真はツアーの参加者のハンナ・ブネさんという方がランダムに撮影した写真の中の一枚なんです。ちょうど壁から青い幽霊が今まさに出てきているところを撮影されました。この幽霊はツアー客の方を見ていますね。色が青い霊体は生きてた時代に高い位置にいた可能性があると言われています。これはゴーストハンターたちが幽霊が出没すると言われている湖を訪れて撮影したんですね。たくさん撮影した写真の中に一枚このようなものが写っていました。右側に白い人影が現れています。細かい服装などは分かりませんが、目が光っているのははっきりとしているんですね。これは歩いている男性には見えていないのでしょう。今まさにこちらに向かってこようとしているんです。この写真は海外ではエリザベス1世の聖母であるアンブーリンの幽霊であると言われている心霊写真なんです。イングランドの王ヘンリー8世の2番目の王妃だったんですけれども、結婚から2年後、国王暗殺の容疑、そしてですね、不義密通を行ったとしてロンドン島で斬首刑に処せられた女性なんですね。イギリスではアンブーリンの首なしの幽霊の目撃情報がとても多く、ロンドン島では膝の上に首を置いた状態で現れ、また生まれ育ったヒーバー城、この後ろでは首を抱えてアンブーリンが歩いている、そういう幽霊の目撃情報が多いんですね。これはアメリカのゴーストツアーの様子を撮影したものなんです。古い墓場で行われたんですが、
ツアーの参加者が撮影した写真にこのようなものが写り込んでいました。光り輝くような幽霊の姿がありますね。おそらく女性の幽霊の後ろ姿だと思われます。ツアーの参加者を見ているようなんですね。ここに霊体が出ていることに気がついている人はいないようなので、肉眼では見えていなかったと思います。